南北戦争の信号司令部、南北戦争における信号司令部、南北戦争における信号司令部、A、シグナル行為ザ、アメリカンシビル王は、二つの組織があった。一つは、アメリカ陸軍、北軍信号司令部であり、南北戦争の開戦直前に、アルバート・マイヤー少佐を初代の信号士官に指名して始まったものだった。もう一つは、アメリカ連合国陸軍、 南軍信号司令部であり、北軍のものに比べてかなり小さな組織と人員では、あるが似たような組織と技術を使ったものだった。どちらの組織も、有線電信や視覚信号、ビグワグ信号など、交戦中の軍隊に戦術的及び戦略的通信方法を提供した。どちらも戦場の偵察、情報収集よび高所の観測所からの砲兵指揮などの務があったが、 南軍の場合は特に諜報活動もいった。北軍信号司令部は戦場では有効であったものの、ワシントン DC における清掃の影響を受け、特に文官が運用するアメリカ軍電報部との競合関係があった。マイヤーは信号司令部内の優先電信のすべてを統制しようとしたために、陸軍長官エドウィン・スタントンから専任信号士官の任務を解任された。 マイヤーは戦争が終わるまで専任人信号士官の任務に戻ることはなかった。アメリカ陸軍信号司令部の父はアルバート・マイヤー少佐だった。マイヤーは軍医であり手話に興味を持ったことから軽量な材料を使って遠隔地に簡単に信号を送ることに興味を持った。一つの信号機、夜間は灯油松明を使って信号を送る方法を発明し、 ウィグワグ信号、あるいは遠隔信号術と呼ばれるようになった。二つの旗を用いる手旗信号とは異なり、ウィグワグ信号は一本の旗を用い、二信号を用いて、アルファベットの文字や数字を表現した。マイヤーは1856年にテキサス州南間砦で勤務している時に、陸軍長官ジェファーソン・デイビスに宛てて手紙を書き、 陸軍省にその信号伝達法を提案した。陸軍技士長のジョセフ・ジー・トッテン大佐は、マイヤーの提案を指示したが、具体的な技術の詳細が抜けていたので、デイビスが却下した。1857年に、ジョン・ブキャナン・フロイドがデイビスに代わって、陸軍長官に就任し、トッテンが、再度、マイヤーの提案を紹介すると、1859年3月に、ワシントン DC で、 調査委員会が結成された。ロバート・イーリー・チューが委員長を務める委員会は、この提案に強い興味を示さず、短距離の二次的通信手段としてのみ適していると判断したが、さらなる実験も推奨していた。マイヤーは1859年4月にバージニア州、モンドを取り出で実験を始め、その後ニューヨーク港、ウェストポイント及び、 ワシントン DC で実験を重ねた。この時、マイヤーの助手を務めた者の,の中に、エドワード・ポーター・アレクサンダー少尉がおり、後に、南軍の信号兵、公兵及び、砲兵士官になった。この実験では15マイルの距離まで通信することができ、マイヤーは、実験が予想以上の結果だったと陸軍省に報告した。マイヤーは、その通信方法を陸軍が採用し、 自身もそれを任務とする職に就くべきと提案した。1860年3月29日、アメリカ合衆国会は1861、会計年度での陸軍予算案を承認し、それには次の修正を含んでいた。アメリカ合衆国上院は、ミシシッピ州選出の上院議員ジェファーソン・デイビスが反対したものの、最終的に予算案を認め、 ジェームズ・ブキャナン大統領が1860年6月21日に署名して法案なした。この日はアメリカ陸軍信号司令部の生まれた日として現在でも祝われている。マイヤーを少佐の階級で初代信号士官に指名する案は6月27日に上院で承認された。しかし、この予算案ではマイヤーの下で働く人員については規定しておらず、 正式な組織としての信号司令部が承認されるのは1863年3月になってのことだった。開戦の直前、マイヤーはニューメキシコ方面軍勤務となり、ナバホインディアンに対する作戦で実戦における信号通信を試験することになった。この任務の時に、ウィリアム・ジェール・ニコデマス中尉が補佐を務め、後にマイヤーを継いで先任信号士官になった。 野戦実験は成功し、エドワード・キャンビー少佐の賞賛も得た。キャンビーは専門的信号司令部の編成を強く提唱するものになった。マイヤーはこの時、信号任務に適したスタッフを揃える最善の方法は陸軍の統制の中で士官を訓練することだと考えた。南北戦争が勃発した時、マイヤーはワシントン DC に戻り、 信号任務に当たる人員がいないことを訴えた。その唯一の選択肢は他の任務にある士官から選抜して説得に当たることだったが、そのことはマイヤー自身もあるいは昇進の機会がなくなることを恐れる他の士官たちにも満足のいくものとは考えられなかった。マイヤーは陸軍長官サイモン・キャメロンに法案を提出し、信号司令部は彼自身と7名の信号士官、 40名の巡視艦及び通信線の構築と補修を行う40名の信号技術兵で構成されるべきと提案した。マイヤーは陸軍が最終的に50万名規模になると想定し、各師団が専門の無線及び電磁気電信の支援部隊を持つことになることを目指した。アメリカ合衆国議会はこの法案を検討することなく、休会になった。その年の秋、 マイヤーは陸軍信号士官庁の任務に加えて新たに結成されたポトマック軍の専任信号士官も務めており、モンロートリデやワシントン DC のジョージタウンにあるレッドヒルで選抜された将兵の訓練施設を立ち上げた。ワシントン DC の訓練施設は1862年の半島方面作戦やその後の期間も活動を続け、この期間にマイヤーは議会や 新しい陸軍長官、エドウィン・スタントンに働きかけを続けて、高級的司令部を作ろうとした。マイヤーの努力が実って、エイブラハムリン・カーン大統領は1863年3月3日に、諸々の民生用予算法案に署名し、この中で、現在の反乱の間、信号司令部を組織化することを認めていた。これには、大佐の階級で、人信号士官、 一人の中佐、二人の小佐、各軍団があるいは、方面軍につき一人の大尉、各軍団があるいは、方面軍につき大統領が必要と考える八人を超えない注意を置くことが含まれいた。各士官には一人の軍曹と六人の兵卒が割り当てられた。四月二十九日、マイヤーは、スタントン長官から、千人信号士官の地位と大佐の階級に指名されたが、 この時上院が休会していたために、すぐには承認されなかった。マイヤーは、その指揮が優先電信も統制するものと解釈していたが、競合する組織が現れた。アメリカ軍電報部は民間の電信士を雇用し、平坦部で軍人の任命を受けた者が監督し、全体は元エスタンユニオン電信会社の役員だった、アンソン・ステージャーが管理した。 1862年2月リンカーンは、ステジャーの組織が使っていた全国の商業電信を統制することにした。元はアトランティックハイオ電信会社の役員で弁護士でもあった、スタントン長官は電信の技術と戦略的重要さを理解し、電信事務所を陸軍省の自分の事務室のすぐ隣に置かせた。スタントンの電気作者の一人は電信誌のことを スタントンの小さな軍隊。彼自身の信頼できるスタッフの一部と表現した。マイヤーは、この組織を上回るための動きを始め、信号司令部で野戦用電信師状態を形成するための装備を買い、移動中の軍隊を支援する電信師に、機動性を備えることを提案した。マイヤーは、伝統的なモールス電信機を使って、 電信紙を訓練すること有料していたので、ニューヨーク市のジョージ・ W ・ベアズリーが発明した、ベアズリー・テレグラフと呼ばれる電信装置を視聴者に備えさせた。この装置が技術的に限界があることがわかると、1862年秋には、アーミーネイビーオフィシャルが Z 誌に訓練された、モールス電信士の募集広告を出した。陸軍省は、マイヤーの行動が規則によらず、 不適当とマイヤーに告知し、1863年11月10日付で、専任信号主管を解任した。ベアズリー・テレグラフの装置はすべて、アメリカ軍で遠司令部に渡れ、信頼性に欠けたために使われることはなかった。マイヤーは、テネシー州メンフィスに左遷された。専任信号主管の後任は、かつての弟子だったウィリアム・ JL ・ニコデマス少佐となった。 マイヤーは西部に左遷されている間の1864年に、信号マニュアル、野戦における、信号士官の使用のために、を出版し、これがその後、長い間信号理論の基本になった。ニッコデマスが継承した時、司令部は、約200名の士官と1000名の兵卒からなる組織に、成長していた。1864年の信号司令部年報で敵の、 信号を読めることを暴露した時に、ニコデマスは、スタントン長官と衝突した。スタントンは、これが、機密漏洩であると正当に考え、1864年12月に、ニコデマスを陸軍から解雇した。南北戦争中の最後の信号士官庁は、元ポトマック軍信号士官庁だった、ベンジャミン・カイ・フィッシャー大佐だった。フィッシャーは、ゲティスバーグ方面作戦の間に、バージニア州、 ある日近くで保になり、脱走して任務に戻るまでに8ヶ月間、リビー監獄で囚われていた。信号司令部が戦時任務終了後、1865年8月に解体されるまでに146名の士官が任命されるか任官を提案された。実際は297名の信号士官が任命されたが、非常に短期間の者もいた。 戦争中に携わった兵士の総数は約2500名になった。アルバート・マイヤーは忘れ去られていたが、最後には救出され、1864年5月に戦前からの名優であるエドワード・キャンビーによって西ミシシッピ軍事士団の信号士官に選任された。マイヤーはワシントン DC から追放された後で大佐の階級が撤回されていたために、この職を少佐として務めた。 南北戦争の終結時点で順勝への名誉昇進は果たしていた。1866年7月28日、ユリシーズ・グラント中将とアンドリュー・ジョンソン大統領の影響力に反応する形でアメリカ合衆国議会は信号司令部を再編成し、1866年10月30日付でマイヤーは常備軍大佐の階級を得て、 再び専任信号士官となった。その新しい任務には、電信業務の統制を含んでおり、以前彼をその地位から追いやった紛争も解決していた。マイヤーが、ビグワグ装置を実験するときに助手を務めた、エドワード・ポーター・アレクサンダーは1861年5月1日に、アメリカ軍から除隊し、公平隊員として南軍に入隊した。アレクサンダーは、 南軍信号司令部を結成へ向けて、新兵の編成と訓練を行っているとき、バージニア州マナサスの PGT ボーリガード巡賞への出頭命令を受けた。アレックサンダーは6月3日に南軍ポトマック軍の技師長と信号士官となった。北バージニア軍の兵器士官長となった後でも、信号士官の地位は維持したが、他の任務が優先された。 南軍の信号司令部は北軍のものに匹敵するような明確な部局になることはなかったが、アメリカ連合国議会は1862年4月19日に総務局長と監察官の部局に付設する別組織として設立することを受けたまわりした。この日付は北軍のそれより1年も前のことである。初代信号司官長はメリーランド州の弁護士で、 当時ジョン・マグルーダー少将の参謀だったウィリアム・ノリス、大尉が務めた。ノリスの司令部は、少佐1名、大尉10名、小中尉20名、軍曹20名及び、各種部局から選抜された1500人の兵士が構成し、信号士官1名が、各軍団都市団の参謀として承認された。南軍信号司令部の任務と機材は、北部と若干の例外を除いて似ていたが、 電信船と訓練された電信員が不足していたために、野戦通信に電信が使われることはなかった。視覚通信は類似した旗を用いて行われたが、不号と手旗の操作は、マイヤーの方法から若干修正された。北軍の信号司令部と異なったのは、南軍信号司令部は南部のために、諜報活動を行うことも公されていたため、 両軍とも戦場の情報収集や時には、高所の観察地点から砲兵隊に砲撃方向を教えることなど貴重な任務を担ったが、南軍の司令部員は敵の前線背後での隠密任務も負った南軍の諜報部隊として実際に機能し、リッチモンドから北部やカナダまでも伸びる機密の通信線と情報網を管理運用した。しかし、それらは隠密に行われたため、 成果の大半が歴史にうずもれてしまった。その記録の多くは、リッチモンド陥落とそれに続くノリスの家の火事の時に灰になったが、ノリスはそれらを個人文書だと主張している。ウィグワグ信号は、ヒッコリーの枝を4フィートの枠に組んだものに一枚の旗を結びつけて昼間に行われた。旗には通常、綿、リンネルなど軽い繊維が用いられ、 次のような寸法があった。背景色が白で4フィートの旗を12フィートの旗竿につけたものが多く用いられ、敵の注意を引きたくない時には2フィートの旗が用いられた。赤い旗は通常、会場で使われた。夜間は長さ18インチ、直径1.5インチの銅製円筒に綿の芯を入れた松明が使われた。 マイヤーのウィグワグ信号に使われた一般任務符号は1864年に標準化されすべての文字が旗の一振りから四振りで表して送信されるので4要素とも呼ばれたマイヤーが1850年代から採した当初の方法は旗の垂直一置からの動きのみで要素が表現されたので2要素符号と呼ばれた機種はを受ける基地局に面して立ちから 5までの数字を次のように送った。北軍信号司令部の場合、アルファベット、数字及び特殊記号の対する符号は次の通りだった。旗を左から右に振り続けることは注意を引くために使われ、信号送信が始まることを示した。その他特別な信号並びは次の意味があった。マイヤーは、電信視聴体を野戦電信通信を支援するために導入した。 馬に引かせた荷車に電信機と臨時の電信線を張るための絶縁導線の巻枠や鉄柱などを積んでおり、空飛ぶ電信線と呼ばれた。各市町体には2両の荷車があり、5マイルの電信線と電信機が備えられた。最初に試作された市町体はサミュエル・モールスと共に1844年にワシントン DC とボルティモアの間で最初の商業電信線を引いた。 電信技師、ヘンリー・ J ・ロジャーズが制作した。ロジャーズがこの視長隊のために制作した当初の電信機は、伝統的な送信用電源と受信機に代わって、ダイヤル式指示器がついていた。ダイヤルには、アルファベット文字が打たれ、送られるべき文字を示す指針がついていた。同じような指針が受信機側にもついており、伝言の綴りを読むことができた。ロジャーズは3による腐食を防ぐために、 カルバニ電池を用いた。この装置は、モールス通信と異なり熟練した電信紙を必要としなかった。1862年2月の屋外実験では、延長2マイルの電信線で満足のいく結果を得ることが分かった。3名の信号士官からなる委員会は、そのような市長体に常設電信線の補助としての利用価値を認めた。 1862年の半島方面作戦で、これが初めて使われたが、ロジャーズの市長体は、ニューヨーク市のジョージ・ W ・ベアズリーが発明した新しい電信機、ベアズリー式や宣電信機で置き換えられた。この装置は、手回しの発電機を使用したため、電池が不要であるという利点を持っていたが、やはりダイヤル式指示器を用いていた。ベアズリーテレグラフは、 取っ手のついた木製の箱に収められ、重量は約100ポンドあった。しかし、技術的な欠陥が2点あった。5マイルないし8マイル、8キロメートルないし13キロメートルを超えると、その発電機では信号を送れるだけの電力を生み出せなかった。さらに重大なことは、送信側と受信側の指針が同期化しない傾向があり、送られた伝言を誤らせるという致命的なものだった。 壊れた機械は修復のためにニューヨークに送り返された。マイヤーはこの欠陥のために改めてモールス通信士を雇うことに決めたが、そのことでスタントン長官はマイヤーを専人信号士官から解任した。信号司令部の電信士長隊という資産はすべてアメリカ軍電報部に渡されたが、彼らはその信頼性のなさゆえにベアズリー・テレグラを使うことはなかった。 それが最も使われたのは1863年のことであり、30の視長隊が戦場にあった。視覚信号による通信は時として敵にもはっきり見える範囲内で行われたので、機密保持が大きな問題だった。信号司令部は文章の暗号化ができる簡単な円盤である暗号板を導入した。二つの同心円状の円盤に文字とそれに相当する。 数字が掘られていた。送り側と受け側は二つの円盤の具体的配置が合っていることを確実にするために、その配置について合意しておく必要があった。伝言を暗号化するために、信号士官は内側の円盤で調整文字を選び、この文字を外側の円盤のあらかじめ選ばれた数字符号あるいはキー数に対応させるようにした。信号士官は、 元のの平文を機種に知らせずに、キー数を与えるのが、通常のやり方だった。この暗号化の方法は、現在の標準からすれば、原始的だが、このやり方で送られた北軍の伝言を南軍が解読したと、意記録はない。同心円の四つの円盤を使うというより、複雑な仕組みが、フランシス・エム・メトカーフ軍曹によって発明され、レミュエル・ウィー・ノートン大佐が改良したが、 広く採用されることはなかった。第一次ブルランの戦いでは、南軍のエドワード・ポーター・アレクサンダー大員が、史上初めて戦闘中に、信号機を使い遠くまで伝言を送った。アレクサンダーは、マナサスのシグナルヒル頂上に、信号書を構え、北軍の動きを観察して、ネイサン・シャンクス・エヴァンス対佐々木の旅団に、木部隊の左に気をつけろ。 陣地に回り込まれていると信号した。これは左翼から攻撃される危険性を意味していた。ボーリガード将軍とジョセフ・ジョンストン将軍は類似した伝言を受け取って辞儀を得て援軍を送り戦闘の数勢を南軍側に引き寄せた。北軍側ではアルバート・マイヤーがマナサスで軍用観測気球を用いようとしており、この戦争初期に信号司令部には 人員が足りなかったので、第26ペンシルベニア連隊から20名の兵士を借りたが、これらの未訓練兵を急がせたために、気球は木に衝突して損傷し、戦闘には使えなかった。1862年12月のフレデリックスバーグの戦いでは、ベアズリー電信機を用いて、アンブローズ・バーンサイド少将が霧と燃え上がる、街の煙の中で事態と交信するという、 重要任務があった。12月13日、戦闘の中心となった日に、信号司令部の隊員が、砲火の下をラッパハノック川を越えて、フレデリックスバーク市街まで電信線を引き、バーンサイドはその霊下各市団長や7.5マイル、離れた物資基地と更新できた。1863年5月のチャンセラーズビルの戦いでは、ベアズリーテレグラフは、機能不十分により、 アルバート・マイヤーにより交換された。この方面での作戦では、ポトマック軍専人信号士官サミュエル・ティ・クッシング、隊員がジョセフ・フッカー少将の作戦から蚊帳の外に置かれており、事前に信号装置を配置できず、戦闘開始からつまずいた。部隊の前進に伴い、クッシングには徐々に電信線が不足し、フレデリックスバーグの戦い以来、 鉄柱に支えられたまま戦場に放置されていた電信線を使う羽めになった。4月29日、ラピダン側の都下の時、おそらくは電信線が長すぎたために、ベアズリーテレグラフは動作せず、発明者の息子であるフレデリック・ E ・ベアズリー隊員が修繕のために派遣されたが、ベアズリー隊員は、誤動作の原因は落雷であると認めた。その夜10時半にラピダン側の浅瀬から一通の、 電報が作戦本部に届いたが、それは誤って午後5時半発信と記されていた。ポトマック軍参謀長のダニエル・バターフィールド少将は、クッシングに5時間も遅れた電報を渡すために、葬式官を起こしに行くつもりはないと伝えた。不適切な電信線と信用できない電報によって問題が続き、フッカー将軍は荒野にいるその軍隊から切り離されたままになった。 5月1日、アメリカ軍電報部の電信士が、信号司令部のベアズリー式電子と入れ替わるよう命令を受けた。北軍の信号機密保持に大きな変化が起こったのもチャンセラーズビルにおいてであった。バターフィールドは、四角信号を南軍が妨害することを心配していたが、彼はこれを利点として使い、北軍の真の意図を隠すためにこの方面作戦の初期に、 虚偽の信信号文を発信するよう命じた。北軍の信号司令部隊員は南軍の信号文を常時解読できていたのでバターフィールドはその虚偽の信号が伝わったことを確認できた。北軍が暗号板を採用して伝言の機密性を改善したのはこの出来事の後だった。ゲティスバーグの戦いでは北軍の信号司令部は低察隊としても活躍した。 ポトマック軍専任信号士官、レミュエル・ウィー・ノートン隊員は指揮下に、電信視聴者を持っていたが、それを使っていなかった。1863年7月1日、北軍信号士官アーロン・ビー・ジェローム中尉は、ルーテル人学校の丸屋根や役場の先頭に上り、敵軍の接近を観察して、オリバー・オー・ハワード少将に報告した。7月2日、南軍ジェームズ・ロング・ストリート中将軍団が、 北軍左側面に攻撃をかける位置に移動しようとした。その軍団は長距離の迂回を強いられた結果、リトルラウンドトップの頂上に北軍の信号基地を認め、それにより自軍の接近が報告されていることが分かったので攻撃を遅延させることにした。南軍の猛攻の間、激戦により信号書は翌日まで放棄された。北軍信号司令部が戦闘に貢献したことを示す。 名番が、現在リトルラウンドトップ頂上近くの巨岩に、埋めまれている。7月3日、ピケットの突撃の前に、北軍前線に対する砲撃が激しかったので、信号隊員はその旗を使えなかった。第六軍団所属信号士官、エドワード・シー・ピアス隊員は、猛砲撃下を生きては、到達不可能と警告されたが、ジョージ・ミード少将の作戦本部まで牙での伝令に、成功した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。